妹が中学生の時の話です。仲の良い D さんという女の子がいました。同じクラスだったのですが、彼女が修学旅行には行かないというのです。え、どうして、何か理由でもあるのと聞いても、D さんは行かない、ごめんねと言うばかりです。理由を尋ねても言おうとしない D さんに、 妹も腹を立ててしまい、しばらく口をきかない時期があったのですが、妹の方から、ごめんね。もう無理に聞いたりしないから、仲直りしよう。と歩み寄ると、D さんも、ううん。私が悪いの。と謝ってきて、仲直りをしました。じゃあ、妹ちゃんにだけ話すね。 そう打ち明けてくれたのですが、寝言が、やばい、ということでした。なんなら、寝言くらい誰だって言うでしょ。と妹が笑っても、半端じゃないぐらいやばいの。聞いたら絶対惹かれる。と言い張ります。本当にびっくりすると思う。 な絶対に怖がるから」と深刻な様子なので「じゃあ一度泊まりに行っていい」D ちゃんが気にしすぎなだけなのかもしれないよと妹が提案すると最初は渋っていましたが D さんも OK をしましたその週の土曜日妹は D さんの家にお邪魔しました 彼女のお父さんとお母さんも、ちょっと心配げな様子でした。びっくりしないでちょうだいね。お母さんに言われ、そんなにひどいのかな、と、妹は懸言に思ったそうです。D さんの部屋に布団を敷いてもらい、二人で就寝しました。そして夜中、D さんの声で、妹は目が覚めました。 ベッドに寝ている D さんが、ねえねえ、と、まるで起きて話しかけているかのように喋っているのです。これか、と、妹は布団から起き上がり、ベッドに寝ている彼女の様子を見ました。明らかに D さんは目を閉じているのですが、ねえ、ちょっとあんた、聞こえてるんでしょ返事しなさいよ。ねえ だんだん声を大きくします。ピリッと、肌表面に嫌な感覚が走ります。霊感体質の妹が、この世のものではない存在と対峙した時の感覚です。返事しなさい。答えなさいよ。答えろ声は T さんですが、口調が全く違います。彼女はこんな乱暴な言い方をしません。 妹は恐怖より怒りを覚え、D さんの肩を押さえ、口を耳元に寄せると。あんた誰 ?D ちゃんの中から出てって。と、低い声で言いました。お前こそ誰だ答えろ うるさいわね。みんながみんなあんたを怖がると思ったら大間違いだよ。出てけよ。早くとすぐむと。ううと、うめいて静かになりました。リーさんは、 修学旅行には行かなかったものの、それ以来、寝言は言わなくなったと言います。それは一体何だったんだ、と私が尋ねると。さあね、わかんない。でも、下タルな奴でよかったよ。と、妹は笑いました。